配信、王者の余裕補強なし。現状維持って感じ。前 FA 参戦したところで絶対獲得できないしな。もう金満ちゃうし、金額で太刀打ちできんわ。そんなこと言ってる間に中日ドラゴンズはどんどん補強して強くなってるぞ。オフの覇者はチュニドラとソフトバンクやからな。まあ取らないってより取れる選手がいないからしゃあない。現状維持が最大の補強。トレードもないんか。そんなことより大山 FA に備えて資金蓄えなきゃいけないから、フロントも余裕ないんやろ。なんか日本一記念のドキュメンタリー映画やるらしいしな。補強より日本一の余韻に浸ってる方がええんちゃう。今後ふくらい木浪が来年も活躍できなきゃ一気にきつくなりそう。実際もう岡田来年やることないよな。もちろん理想は連覇やろうけど。阪神史上初のリーグ連覇があるやん。交流戦初優勝もある。やることだらけやで。念願の日本一も達成したし、補強して来年も圧勝したらさすがに次の監督がかわいそうやからな。 FA はまだしも戦力外から取ってくるほど欲しいポジションあるわけやないしな。主力が複数劣化しない限り連覇するやろ。ソフバンみたいなチームないし、オリみたいに主力でないし、取らなくてもいいよな。近本大山あたりが FA になったら全力で引き止めに行くだろうな。強いチームの余裕やね。投手陣が盤石やから余裕すぎるな。実際 FA 取得選手にても補強ポイントなくね。外国人くらいやろ必要なの。ノイジーの成長が最大の補強なんやろ。2位の広島と3位の横浜が弱体化してるから、阪神の3連覇とか普通にありえる。スケットがチャーテルだけやな。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。